市民の会の代表の茂木と申します。よろしくお願いします。副代表の根本と申します。中村です。この4人がですね、はい、今回の請求の代表ですかという形で登録しておりますので、その名前で今回の書類を提出させていただきます。ですか。じゃあこれがですね、会食請求書のですね、申請書になりますので、よろしくお願いします。入国憲法の第15条ですが、はい、それは規定にありますですね、国民の会食請求権、これにものと、基づきました事由法ですか、それにつきましてのですね、請求ということで、今回会食請求の お願いしますので、よろしくお願いします。内容を見せていただきまして、お伝えします。ご職業の方なんですけども、はい、公務員ということは、はい、ございません。そういうことで、よろしいですか。4名の方と、はい、はい、分かりました。今日じゃなく明日一緒に、はい、はい、はい、こちらの方でいいですか。はい、じゃあこれでお預かりいたします。これも1点お伝えさせていただきたいんですが、実はすでに、署名収集をしているというような通報が選管の方に寄せられております。でその署名がですね、選管に提出されることとなれば、無効となりますほか、違反行為として、罰則の対象となりますので、一つ決してそのようなことのないよう、周知の徹底を図っていただきたいとお願いいたします。それで明日ですね、その証明書の交付を予定しておりますので、その署名期間終了後もですね、同様の取り扱いとなります。注意していただきたいと思います。参考までにその署名をですね、今日ちょっと先付けになりますが、お渡しさせていただきたいと思います。それで明日はあれでしょうか、10時ということで。そうですね、また10時に伺います。証明書の用意をする予定になっておりますので、この形でこの部屋でお渡しできればというふうに思います。そうですね、よろしくお願いします。おいでいただきます。あとね、会長、今事前に収集っていう話がありましたけども、もちろんこれ気をつけますけども、まだ受任者の中ではね、その受任者の申し込み書っていう専門の専用の用紙があるんですよ、それと混同している受任者がいるんで、その点についても誰かが見て通報もしたかどうかっていうことも考えられます。まあもちろんそれはね、十分に気をつけます、明日証明書以降ですからね。そうですね、はい、よろしくお願いします。それではこれでお預かりいたします、はい、じゃあよろしくお願いします。大丈夫です。
両面コピーになってます。すいません。500円。500円。両面出してますんで、すいません。はい。ということを何回言ってましたけど、今後のことを含めて今でどういうふうに考えて、どんなふうに進めていきたいと思ってますか。はい、この間ですね、集会ところで各紙で説明したんですけれども、やはりそこに出席なさった方々がですね、本当にこう困っているところですね、当初私たちが考えて以上に強かったものですので、一人でも障害のですね、取り残しがないような形で私たちと来なかったなっていう、そういった寂しい思いさせたくありませんので、それでも多くの方のですね、障害を集めていきたいと思います。今住人者が1800人弱おりますので、その方々もですね、身近なところでは集めていただいていけると思います。またですね、多くの署名を集めてあげるよって方も結構来てますので、はい、その方には多く差し出の署名簿をたくさんお渡ししまして、積極的に活動していただこうという、そのような話しております。今一戦ですか、その国際的には、そうですね、はい、どのぐらいの目標にいつ頃までにというふうに考えていますか。第一日もですね、12月の1日にですね、集計いたします。最終的にはですね、やっぱり3万強ですか、やはり少ない数ですと、まだまだその岡野さんの病院休止っていう政策が信任されたっていうような形で誤解されてもしょうがないですので、多くの方のですね、署名を集めまして、本当に、間違ってるんだよ、違うんだよという、その大きい気持ちをですね、出したいと思います。私も聞いて、またこういった形でそういった方々の気持ちを集約できるということはですね、当会のですね、やっぱり活動してよかったなって、そういった気持ちになります。昨日で一度終わりまして、この後もですね、署名を収集しながらですね、進めるっていうふうに考えてます。これ何箇所やりました。22箇所ありますね、追加がありましたので、この後もですね、随時説明会を開くということで、まだまだ皆さんどうしてってことが分からない方がいらっしゃいますので、ですから署名の収集、方々説明会っていうのをやっていかなきゃいけないなっていう、そのように結構しております。外装加工法を決めてということになるわけですか。そうですね、我々の会はですね、まあ、変なポストのことで右から左までっていう呼び方がいますので、私たちは今の段階ではそういったことを考えておりませんし、またそういったリコールの成功しながら成立すれば、いろんな方がですね、また自分こそその死を救えるんだということで立候補すると思いますので、その方々はですね、市民の方々が判断していただきたいということで、当会の方としては具体的に誰かということで今ありますが、そういうことはないので、出てくることもそれがやっぱり希望ですね。私たちの意見をこういったその休止に対する反対という意見がありますけれども、その気持ちをですね、代弁する方がどなたか私たちは言えませんし、そこまで傲慢ではありませんし、やはり市民の方を持ってくださる方がたくさん出ていただければ、その方々をですね、支援